8月の15日12時に天皇陛下からの天皇陛下放送があると、みんな集まれということで、学校の確か外です、外の、なんですね、スピーカーで入ってきましてね、言葉どこどこ切れてちょっと、私どもの、おこれは多分天皇陛下がいよいよ本土決戦になるから、もう全員これからもう覚悟して最後まで戦えっていう励ましの言葉であろうと私どもを信じたんです。ところがその言葉のポツポツ切れるもんですから、みんなどう頭を上げて、どういうことなんだろうかなっつって、みんなと話してましたけどね、その時にまあ戦争までやるんだということなんで、そうみんな思ってたんですよね。ところがやっぱり夕方までになって、もう本当にこれ戦争これ終わったと、本当に負けたって言って、本当にちょっと驚きましたね。やっぱり自分でも、おう戦争終わりか。それで、8月15日から9月の初旬までぐらいまでやっぱりそのタイにおりましてね、ゴロゴロしてなんかしてましたけども、次第に俺生きてこれで帰ると、よし、それで自分でも納得して、それで国へ、長岡の国へ帰ったもんです。